お知らせの後は門前マップ。今回のお供は、さあ続いてはお坊さんとアイドルがぶらり散歩する門前マップ。今日からまた新しい門前町をぶらりしています。今回の NMB48 のメンバー、一体誰なのでしょうか。はてさて、どうなる。いかがお過ごしですか。今回も門前マップ始まりました。今回はですね、岡山県は日生町の、西念寺様、浄土真宗のね、お寺様の門前から始めたいと思います。そして今日はまた新しいパートナーが来てくれています。どうぞ。はい、宇宙一かわいいうどんの国の姫様、レナピョンこと川上れなです。お久しぶりうどんですね。久しぶりうどんでございます。はい、宇宙一かわいいわでしょ。あそれで門前マップでは、まあはい、こういうさんに会うの久しぶりなんですけど、はいはいはい、この前こういうさんが、はい、香川県であった、はいはい、NMB48 のライブに来てくださったんですよ。はい、もうバッチシです。はい、こんなんやってきましたよ。こうなって、でもこういうさんめっちゃ見えてましたよ。えステージからほんまにいろいろね、はい、私ねグッズ手に入れましたから。あ、ほんまや。俺もう超応援してますよ。お、いいですね。うわー、いきますよ。もうむちゃくちゃピンク色染まってましたね。そうなんですよ。なんか今日これで行こう。もう、はい、そしてこれまで来ましたよ。これも、これも持ってくださってたんですか。持ってました。はい、ライブの途中でファンの方にバレたんよ。それバレるでしょ。バレた。いや、私服で行って結構変装しとってんけど ね、はい、そうしたらバレて、はい、いろんなもん持ってって言われて、はい、最初座っておとなしく見とったんですけど、どんどん立ち上がって、はい、こんなになっちゃった。いやいや、でもこのうちを持ってたり、はい、ピンクのサイリウムを振ってくださってたってことは、うん、もうもちろんレナピョン推しですよね。うん、言いにくいけどね。え、なんでですか。よくないですか。いや推し、推しです、推しです。イエーイ、やったというわけでございまして、はい、怒られるわこれ。いや、もうじゃあ今日これ持ってしますか。もうちょっと時々持つけど、ちょっとこう、はい、ちょっとこうからちょっとお寺さんに、ね、はい、あれなんで、とりあえずですね、まずお参りをさせてもらいましょうね。はい、まだライブの話は後ほどじっくりと、はい、はい、行きましょう。あ、立派なお寺です。これめっちゃ大きいですね。大きいね。わあ、将来、はい。国民的アイドル AKB48 の姉妹ユニット、大阪難波を拠点とする NMB48。 今注目のアイドルと倉敷市高蔵寺の天野幸雄住職の異色の二人旅。旅の目的はオリジナルの門前町のマップを作ること。実際に見て、歩いて、味わって、自分たちの体験からおすすめの情報を詰め込むのだ。今回訪れたのは備前市日生町にある西念寺。さてさて、どうなる門前マップ。こちらがね、今、はい、浄土真宗っていうお寺の宗派の開祖様ですね。始められた方、親鸞さんっていう和尚さんでね、はい、なかなか時代が厳しくて、その厳しい中に、いろんな教えをですね、みんなついてこいってやった人です。じゃ、めっちゃすごい人ですね。すごいです、うん、浄土真宗っていうのは、はい、教科書で見たことあります。あ、そうですね。それから京都へ行くと大きな本山がありますからね、はい、東本願寺、西本願寺湯でね、本願寺湯で、この和尚さんは和尚さんたちにはすごく厳しかったんですよ。先生ですか。しっかりせえって、うん、牽引いうかね、引っ張っていくような、ユニットいったらリーダーのような、あ、うん、キャプテン、うん、気合い入れていくぞって。それから世俗、皆さんに対してはものすごく優しくて、そしていろんな教えを分かりやすく説いたと言われる方で、もう日本を代表する高僧、偉いお坊さんです。その方が開かれた宗派のお寺が今日こちらになって、ちょっとお参りさせてもらいましょうね。お邪魔します。じゃあゆっくり入りましょうね。じゃあ先行きます。はい、わー、立派ですね。おー、すごい、なんか大きいですね。ここのね、御宗師というのは布教といって、お坊さんがこの仏教の教えをですね、はい、お話しすることに重きを置いてるんですよ。あ、
ですから教えを広げるための道具とか本とかそういうものがたくさんあって、みんなここで文法を言って聞くことに専念をされる、まあ、そういうお説教の場所ですね。だってなんか図書室みたいになりますもんね。そうですね。だから子どもさんに教える時には漫画を読んでもらったり、またビデオを見せたりっていろんな方法で、法話をしていただくというとか、はい、まあ、ちょっと手を合わせて南無阿弥陀仏南無阿弥陀、特別にねお許しを得ましたので、はい、近くまで行ってちょっとお顔をね拝ましてもらえませんか。お邪魔します。じゃあこの辺りへお座りください。座るんですか。はい、座ったところからお顔が見えますか、あちらの。あ、見える。門前マップ。あ、立派なお寺です。これめっちゃ大きいですね。大きいね。特別にねお許しを得ましたので、はい、近くまで行ってちょっとお顔をね拝ましてもらえませんか。じゃあこの辺りへお座りください。座るんですか。はい、座ったところからお顔が見えますか、あちらの。あ、見える。これが阿弥陀如来様という仏様で、阿弥陀如来様、はい、いろんな宗派があるんですけども、ここの宗派はもう阿弥陀如来様をお一つしっかり拝むっていう、はい、阿弥陀如来様のお住まいは西方極楽浄土っていうところにいらっしゃる、はい、西側の極楽って言ったらあの世じゃね、うん、そこにいらっしゃって、亡くなったらその元へ行って優しくしてもらえますようにって信仰してるわけ。だからお顔がホッとしません。なんかああいう仏像ってなんかちょっと怖い顔してる人とかいるじゃないですか、はいはい、でもこの人は可愛い顔してます、うん、めっちゃ安らぎを求めるというて、はい、結局死んだらどこ行くんやろ、不安やなって怖さがみんなにあるじゃないですか、はい、大丈夫よってこんなきらびやかで優しいお顔で待ってくれてるからなっていうお導きの場所やから、お優しい顔、もう特にここのご本尊様は阿弥陀様はお顔がねちょっと笑ってますよね、微笑みかけてくれて、もう安心せ安心せって言って大丈夫大丈夫っていうお顔をされてると思います。ちなみに、はい、阿弥陀如来っていうけど日頃なんか使う言葉にない阿弥陀さんって。阿弥陀くじ。そう、阿弥陀くじって何ですか。阿弥陀くじいうのはお寺でおくじを引くときに、うん、阿弥陀さんのご加護をいただくというお祭りのときに抽選会をしたときに阿弥陀さんのご縁があったって阿弥陀くじという説と、うん、もう一つは後ろにこうピャーって、あ、なんか出てる、5個出てるやん、うん、あれに棒をキュキュキュッとした感じでこういうふうにやったという、うん、5個に似てるというところで阿弥陀くじとついたとも言われていますが、とにかくまあご縁はあるそういうお名前ですね。じゃん、できましたよ。はい、恒例のおみくじでございます。なんかもう大吉しか入ってないんじゃないかって最近言われがちなんですけど、はい、嘘、でもレナ大吉引いたことないですよ、まだ一回も。嘘。はい、結構他のメンバー、え、そうなんですか。引いてるよ。え、でも今までのロッキー大吉じゃなくても、うん、結構楽しくて、まあ、パワーがねいい感じなので、魔法が使えるからね、はい、あなたの場合は、まあ、おみくじはあまり関係ないんですけどね。そんな冷めて引いたの初めて見たわ。それでは見たいと思います。はい、お願いします。なんやろう。ってことはどうなるんですか。もうだって、はい、ほんまに天命をしてこれを楽しめば心配することは誰も心配してないよね。はい、あまりなんか心配しない。あなたはずっと楽しんでるし、はい、すべきこと見極めてすべきことしかしてないでしょ。そうですね。己の仕事を楽しんでるよね。はい、そうです。あのね、ここだけの話だけどね、どんなステージに上がっても自分のペース持っていくよ。はい、そうなんです。だからよくお話泥棒って言われるんです私。はい、じゃじゃん。はい、あー、そうか、赤穂線が通ってんですよ。車で来ちゃったからピンとこないですけど、うわー、この辺また門前っぽいですね。ね、なんか久しぶりになんかこのうじゃうじゃしてる感じできましたね。うじゃうじゃ、いい、はい、いい表現ですよ。で、これは、はい、じゃん、地元の方なら知っているはず、町を知るための〇〇キーワード、はい、じゃん。一つ目、ハートのある橋が見渡せるハッピーな場所。
こういうさんと行くんですか。そりゃそうやろ、門前マップやから、うどんくんと行きたかったです。ここまだそれ行くか、いや、いいやんか、ハート、まあ、今日だけはじゃあデートしてあげます。いらんわそれ、その言い方いらんですわ。じゃあ2つ目は、はいはい、ゆるわるなへそいのしし。もう意味がゆるわるなへそいのしし全く分からへん。じゃあまずはハート紙はハートのある橋に行くわけ。橋にあるってことですよね。ってことは川か海やで。おお、いいですね。地上にはないもんね橋。その辺探してみましょうね、うん、ということでじゃあ出発しましょう、はい、次回2人の旅はどうなるのか、それはまた今度のお話。はい、ということで今回から備前市日生町の西念寺周辺、こちらを川上れなちゃんと一緒にぶらりということですね。明日からが楽しみです。以上、門前マップでした。